皆さん、こんにちは。サングループの藤本ですえ。今日はですね、先般、特許庁から公表された、特許行政年次報告書2023の中から、アセンア諸国における最新の特許衣装の出願動向についてお伝えしていきたいと思います。今回、2021年出願のアセンア諸国における特許と衣装の出願動向についてお伝えします。まず、シンガポール特許衣装の出願動向なんですけれども、 内国人の出願を除いたうちの外国からの、どの国からの出願が多いかというランキングをお伝えしていきたいと思います。まずシンガポールの特キについては、1位がですね、米国、2位が日本、3位が中国というふうになっています。次に、異装なんですけれども、異装の外国からの出願が多い国としては、1位が中国、2位が米国、3位がスイスと、 いうふうな国からのシンガポールへの出願が多くなっております。次にインドネシアにおける特許、衣装の出願動向なんですけれども、まず特許について、どここの国からの出願が多いかというところなんですが、1位が日本、2位が中国、3位が米国というふうになっています。次に衣装なんですけれども、衣装については内国人の出願が多いんですけれども、 ま、それ以外の国の出願としましては、1位が中国、2位が日本、3位が米国というふうになっています。次にタイにおける特許、衣装の出願動向なんですけれども、まず特許については、1位が日本、2位が米国、3位が中国というふうになっています。次に衣装なんですけれども、衣装については、1位が日本、2位が米国、3位が中国というふうになっています。 次にマレーシアにおける特許、衣装の出願動向なんですけれども、まず特許については、1位が米国、2位が日本、3位が中国というふうになっています。次に印象なんですけれども、印象については、1位がオランダ、2位が米国、3位が日本というふうになっています。次にベトナムの特許の印象出願動向なんですけれども、特許については、 1>, 1位が日本、2位が中国、3位が米国というふうになっています。次に衣装についてですが、衣装については、1位が中国、2位が韓国、3位が米国というふうになっています。最後にフィリピンの特許衣装の出願動向ですけれども、特許については、1位が米国、2位が日本、3位が中国というふうになっています。 そして衣装ですが、衣装については、1位が中国、2位が米国、3位が日本というふうになっています。はい、今日はですね、特許行政年次報告書2023の中から、アセアン諸国における特許と衣装の出願動向についてお伝えさせていただきました。それでは皆さん、知財をビジネスにかして頑張っていきましょうありがとうございました。